どうも、リキさん。どうも。最近何か買いました？買ってきました。買ってきましたね。はい。では。JW アンダーソン×ユニクロ。はい。先日レビューした。はい。先行販売に呼んでもらったんで。うん、なんと。はい。リキさんが。まあ、知り合いがいて。そう言うの。先行販売会に参加できたんですね。はい、そうなんです。じゃあ、早速。はい、何を買ったのかというか、はあ、一応ほらセレクトしたんで、それ買ったか買ってないかでいきましょうか。ああ、前回のレビューで、はい、これはちょっと気になるみたいな、はい、ツバつけたやつを買ったかどうか。そうですね、分かりました。最初アウターありませんっていうことで進めたじゃないですか。はい。まあ実際買ったかと、うん、ところがあるしね。そうですね、買ってません。やっぱり買ってません。はい。僕、今期、すごいこの、U でも、JW アンダーソンでもしてる、このダブルフェイス素材。はい。これが、全然良くないっていう、うん。あ、見たんですか、実際。もちろん。もちろんそうですよね。それも通してみた。まあ、通すまでもない。あ、やっぱよく言ってる、やっぱアウターで、チープさが目立つ、的な。やっぱ素材が、うん。ちょっとね。なるほど。やっぱユニクロはこのウール系のアウターの素材の開発は弱い。まだ弱い。めっちゃ弱いと思った、うん、だからここはなんかちょっと頑張ってほしいな。なるほど。ダブルフェイスシングルコートとかすごい前評判も良くて、はい、まあちょっと期待もしてたんですけど、うん、やっぱちょっと生地が薄くて張り感がないんですよね。だからくたっとした感じになっちゃうんで、うんうん、まあその素材に合わせたデザインならいいんですけど、僕はこのデザインだったらカチッとしててほしいなっていう感じですかね。あとはモズコート、はい、まあイギリスなんでね、うん、ここら辺はすごく良かったです。カーキ と、ネイビーがあるんですけど、ネイビーは袖が切り替えになっててブラックになってるんですよ。はい。それがネイビー一色とかブラック一色だったらもっと売れてただろうなっていう。あ、なるほどね。うん。だからカーキの方は切り返しがないよね。はい。だこれに関してはカーキこの色が気に入った人は買ってもいいと思います。中は大変撥水加工で、いや本当に良かったですよ、ものは。うん。この金額で買えるっていうのはちょっと驚きなので。撥水きてますもんね。これはね、びっくり。次、シャツ。シャツは、うん、ありましたね、1個。プランネルシャツですか。プランネルチップシャツ。はい。これも買ってません。あ、買ってない。いや、これも薄かったんですよね、想像と違って。ユニクロのメインのラインのネルシャツの方がまだしっかりしてて、これちょっとペラってるんですよね。なんでなんだろう。プランネルするならもうちょっと肉厚なものが良かったなと思って。うん、なるほど。ちょっと買わなかったですね。はい、残念。ただこれシャツに関しては、僕1個すごいいいなと思ったものがあって、はい、それが買ってないんですけど。あ、買ってない。1回フェイク入れて、はい、これね、すごい顔ギリギリまで行ったんですけど、はいはいはい、ファインクロスシャツっていうもので、うんうん、ストライプ、白にブルーのストライプとか、はい、ブルー地に白のストライプなんですけど、はい、これすごく良かったんですよ。オーバーサイズじゃなくて綺麗に着るのにいいなと思って、うん、僕ジャケットの下にこれ着たいなと思って。ああ、なるほど。グレーのスーツとかに、うん、ノータイで着たらすごくかっこいいなと思ったんですよ。このちょっとこうパターン違いですか。パターン違いですね。うーん、確かに。ちょっと遊んでていいかなと思ったんですけど、はい、僕ね、襟が浮いちゃうんです。なんかこれ襟が浮いちゃう、襟がこう浮いちゃう、なんでしょうね。なんでしょう。いや、僕の体が合わなかったのか、まあ皆さんもそうなのか分かんないですけど、はい、僕は何しろ着たらちょっと襟が浮いちゃって、うん、ジャケットの下に着るのはちょっと無理だったんですよ。なるほど、残念。これ本当残念で、はい、まあ、ファインクロスってやつですよね。これがね、はい、光沢もあって、うん、すごいいい素材だと思うんですよ。これ2990円でしょ。安い。ちょっと買うギリギリでちょっとその襟の問題でやめちゃいましたけど、これじゃあシャツも買ってないと。なしと。はい。はい。セーター。で今回セーターを選んだのがカシミア唯一の。そう、クルーネックセーターね。これね、はい、買ってません。買ってない。もうほぼ全滅にしよう。
あゆ、どうなんですか。これね、袋だけ持ってきました。これね、はい、あの、良かったんだけど、はいはい、買うに至らなかったって感じですね。このカシミヤの感じは、あのインラインのカシミヤと似てる感じなんですか。まあ、ちょっとこれ使うか分かんないけど、インラインの方がいい感じがした。うん、なるほどね。ちょい薄くて、だからそれが高級感のある薄さじゃないですよね。なるほど。はい。惜しい。まあ JW だったら逆にこのクレジーパターンになってるこのボーダー、はい、とかの方がね、JW っぽいっていうか、そうですね、遊んでていいんですけど、はい、これもね、うん、メインのラインのシェットランドより、なんかちょっと安っぽく感じちゃったんですよね。はい、なんでなんでしょうね。やっぱりね、遊びって中途販売するものじゃないってことだね。その遊びのせいで安っぽく見える。そう。やっぱ遊び心があって高級感って、逆にね、うん、品質に関してはすごく気をつけないと単なる遊びになっちゃうと思うんですよ。なるほど。じゃあちょっと JW 遊びがね、あの特徴ですからね。そうなんです。だから、うん、素材と遊びが本当にガチッと来ないと、はい、ちょっとチープに見えちゃうことがあるかなっていう。なるほど。もうあのボトムスしか残ってませんけど、メンズライン、はい、はい、いきますか。じゃあ、はい、いきましょう。確かこれはフリーアンイージーパンツセットアップ可能。これね、すごい良かったんですよ。でもね、買ってないです。買ってないんですか、結局。あのね、これね、はい、僕ね、これちょっと YouTube だからどこまで許されるか分かんないけど、はい、結構もっこり問題でした。あ、もっこり問題ね。まあ、そうですよね。もっこり問題が、うん、結構顕著に現れまして、あ、素材柔らかいんで、そりゃそうでしょうね。だからあんまり自信がない人は、あの履いてもいいかなと。ああれ、これも結局もうだって小物はまあ一旦置いといたとして、なんでメンズは僕買ってません。買ってない。はい、全滅ですね。全滅ですね。ただがしちゃいましたね、初めての全滅。残念。うん、じゃあメンズを諦めてウィンズ行きましょう。何でしたっけ選んだの。まあ、アウターはオアフリースブルゾン、はい、これがいいんじゃないかって言って、これね、うん、惜しかったんですけど、はこのスウェードみたいに見えるところもかなりフリースライクな、はい、要はフリースに見える素材だったんですよ。フリースだぞっていう素材ですね。そうそう、はいはい、もうちょっとなんか、うん、ムートンに寄せてきてるのかな思ったんですけど、うん、はい、結構フリースっぽくて、はい、良かったんですよ。いい、良かったんですよ、僕。でもなのにパイピングが超フェイクレザーなんですよ。あ、だからここもなんなら全然それに近しくない素材にしてくれたら僕買ったかも。寄せていってほしくなかったんです。そうそう、だってメインの素材寄せてってないから、はい、なのにパイピングだけ寄せに行ってたので、あ、寄せきれなかったのが出ちゃったんですね。逆にそうですね。だったらもう、うん、例えば、はいはい、キルティングコードのパイピング使われるような素材だったりとかしたら僕可愛かったかもなと思うんですよ。いや、だからね、本当ここは JW ランダーさんにねちょっとアドバイスしておきます。あ、そうですね、これがちょっと言っといてください。はい、まだ買ってませんけど、はい、はい、次はセーターで、はい、確かにレビューの時はですね、スフレアンクルーネックセーター、はいはいはい、はい、セットアップ可能ってやつ、これは 3XL 買うっていう話だったんですよ、はい、そうだ。なんで今回は買わないの。そうでした、ネットでないとか、ね、はい、買えないね、うん、なんですけど買ってきました。初めて購入品出ました。さらっと出てきましたね。XL まではまあ店舗で展開してて、はい、これ XL でも結構大きかったんで、あ、そうです。そもそもが多分ちょっとオーバーサイズでできてるんで、はい、あのもしかしたら 2XL がベストかもしれないけど、うん、XL でも良かったんで、はい、ちょっと買っちゃいましたこれ。良かった。このスフレアンという素材自体がね、そもそもそんなになんか高級感があるというか、ちょっと可愛らしい素材なんですよね、うんうん、だそういう意味ではね、全然デザインが合ってて、はい、スウェットのような切り返しと、うん、この可愛らしい素材があってて、はい、これはね、なんとなく素材とデザインマッチ、うん、よかった。あ、なんかさっきのもっこり問題あったじゃないですか、はい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 、あれも、うん、あの素材感は良かったんですよ、すごい。同じですもんね。はい、ちょっと問題があったんで買えなかったんですけど、ブームならいいじゃないですか、もっこりした。まあでもちょっとワンマイルウェアぐらいのルームウェアっていうか、あのね、在宅ウェアみたいな感じで考えてたので、そうするとやっぱりちょっと目立っちゃうかな。うんうん、これあと、実は水色があって、はい、ちょっとそれと悩みました。はい、今回のコンセプトである、ア・デイン・ロンドンっていう
はなんかその水色のニットもなんとなく力抜けてて、うんうん、ある日のロンドンみたいな感じだったので、はい、悩んだんですけど、こっちの落ち着いた色を今回は買いました。なるほど、ようやくじゃあ1回目、はい、よかったです。で、まあ、ウェアで言うと最後ボトムス、ボトムスは、うん、サメちゃんにえって言われたでしょ。イージーワイドクロップドパンツでしたっけ。そうですね、この膝下丈ぐらいの、はいはい、これは、はい、買いました。あ、そうですよね、これね、めっちゃ良かった。あ、めっちゃ良かった。結局あのね、うん、この丈の短パン結構探してたんだよ、はい、もともとほら夏 MM6 のこれぐらいの丈の短パン僕履いてて、はい、で黒もあったらいいなと思ってたんですよ、はい、でそこに僕はこれはまったんで、うん、僕は買いましたけど、これはおすすめはしません。そうでしょうね。あとキッズとグッズ、ね、うん、キッズも買ってないです。あ、結局ほら、まあ、うん、合わせようと思ってたブランデルシャツ、はい、買えなかったんで、いいですね、キッズも買ってなくて、うん、でグッズは、うん、1個欲しいと思ってたものがあって、はい、あ、そうでした。ウールブレンドブラッシュドマフラーで、これはあのワンポイントになるようなカラーリングが結構秀逸だなと思ってて、うん、ただあえてね、そんなワンポイントをユニクロで買うんかいと、うん、言ってましたよね。言ってましたよね。言ってました。これね、買っちゃいました。あ、あれ2種類も買っちゃいました。色地これね、すごい良かった。これは、はい、あのね、超トレンドだと思う。毛足の長いちょっとビッグマフラーで、うんうん、カラーが鮮やか、はい、これはね、あのね、ユニクロって言われてもいい。あ、言われてもいい。だって本当にいいから。うーん、例えば高級なものを並べたとしても、うん、これはなんかその中にあっても欲しい。やっぱ大絶賛じゃないですか。はいはい、以上です。以上もうさ、終わりですね。俺もう性別分かんなくなっちゃったもん、自分が。もうレディースしか勝てませんもんね、おばさん。まあ JW アンダーソンって本当にもう世界のトップデザイナーですよね。間違いないですね。まあ、今年からモンクレールもコラボレーションして、はい、もう桁違いますから。もう2桁ぐらい違うかもしれないね。はい、まあそんな中で、まあ、ユニクロの役割としてはそれを日常に取り入れやすくするっていう意味では、うん、あの役目を果たしてるのかなと思うんですけど、はい、どうしても僕の中で遊びとそのクオリティとか素材感っていうのがちょっと相入れないというか、うん、ちょっとチープに見えちゃうものが多かったので、今回はこの用品です、うん、はい、来ました。大丈夫ですか。大丈夫です。はい、誰も敵には回したくありません誰も敵には回ってないですリッキーさんにとってはちょっと期待を外れてしまったという結果でよろしいでしょうか。そうは言いたくないけどね、うん、いや、楽しいデザインだったりとかはやっぱりユニクロにも欲しいので、はい、うん、あの JW を続けてほしいなと思うんですけど、はい、なんかもうちょっと相性がいい素材を頑張って探してほしいなっていう感じですかね、うん、値段を上げてでも素材を上げてほしいってわけではなくて、そう相性のいい素材をもうちょっと頑張って。そうですね、だからこれとかは本当に高級な素材を使ったからいいって言ってるわけではないので、はい、本当に相性よく、はい、僕の欲しい感じのマフラーの素材に、うん、JW アンダーソンらしいカラーリングの遊びだったので、はい、ぴったりきたんですけど、なるほど、そういうものがあると思うので、はい、なんか無理に高級にしてくれっていうことではなく、うんうん、うまく合う素材を探してほしいな。はい、いい組み合わせがあることを期待して、はい、次回待ちたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、じゃあまた。じゃあまた。で、チャンネル登録なんかもできるみたいなんですけども、ミッキーさん的には絶対してもらいたい。動画の高評価と絶対してもらいたい。グッドボタン押してもらいたい。絶対してもらいたい。じゃあ絶対ってことで、ね。